菅総理にまず伺います。いろんなことをスピード感を持ってぜひ進めてもらいたいと思うんですが、この皇位の安定継承、女性宮家の問題も含めて、議論を本格的に早くスタートさせるべきだと思いますが、女性皇族の婚姻等により、皇族数の減少等については、皇族方のご年齢からしても、先延ばしをすることはできない重要な課題であると認識しています。この課題への対応等については、さまざまな考え方、意見がありますが、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討、慎重な提出が必要だと思います。次に、3次補正について伺いたいと思います。私はね、日本のコロナ対策は基本的にはうまくいってると思うんです。それは死亡者と重症者の数を抑えているというのはですね、これはよくできてます。ただ、問題は、その割には経済の戻りが悪い。で、ちょっとこれ見ていただきたいんですが、OECD が先般出した、今年と来年の経済見通しなんですが、まあ中国すごいですね。G20 の中で、唯一19カ国が全部マイナスですけれども、この中でもプラス成長 1.8 ですよ。で、来年は 8% 成長戻りますからね。で、もう一つ、2021年、戻りがね、それぞれ、まあ、アメリカも欧州も世界も悪いんですが、4%、5% で戻ってくるんですよ。落ち込んだ分だから、はしゃで下がってますから、それ戻るんですが、日本見てくださいよ。約 6%、5.8% 今年落ちますけどね、私の予想は 5.5 でしたから、結構当たってるんです。で、来年の戻りは 1.5 しか戻らない。で、ここは、こんだけ死亡者と感染者が少、重症者が少ないのに、この戻りの悪さはね、私は経済政策が悪いんだと思いますよ。で、これまでいろいろやってきたものを盛り込んでマイナス 5.8 ですから、ここで財政出動を緩めてはならないと私は思うんです。で、経済の再生に今全力を傾けないと、経済と社会にものすごい後遺症が残ります。コロナは実はコロナのその感染した方に後遺症が出てるんじゃないかということが結構言われてますが、社会と経済に今の政策間違ったら後遺症がガッと残しますからね。すでに例えば妊娠の届け出がすごく減っていて、来年の出生数はぐっと減りますよ。これ多分ね、低推計に行きます。私ちょっと分析しました。田村さん、一回ね、これ分析してもらったらいいと思うんですが、高位推計、中位推計、低位推計だと、この推計でいくと、低位推計ずっといきますから。年金財政にも絶対効きますから、これ。悪い方に。そういう意味では、今の対策はとにかくね、ケチらずにやると。麻生大臣。これがね、結構ね、後の税収にもつながりますから。ここをね、ぜひやってもらいたい。そこで伺います。アメリカは、3月に2兆ドル、約200兆円の対策をやって、7月に1兆ドルやってます。で、今度、バイデンさんが勝てば 2.3 兆ドルです。で、トランプさんでも 1.6 兆ドル、約まあ200兆円前後ですね。合わせると大体5兆ドル、日本円でいうとまあ500兆円ぐらいですから、アメリカ大体 GDP が20兆ドルなので、GDP の 25%、4分の1ぐらいをトータルでやってるんですよ。で、日本はどうかというと、1次補正、2次補正合わせて、58兆円ぐらいですかね。まあ、真水はもっと少ないですけど、ただまあ一応予算計上しているのが58兆円ですから、そうすると、日本はアメリカの GDP4 分の1ですから、GDP の 25% ぐらいアメリカと同じぐらいするんだったら、やっぱりね、トータル100兆円ぐらいの予算にしなきゃだめなんですよ。そうすると、まああと40兆から50兆はですね、私、大胆にやらないと、この来年のですね、戻りの悪さはですね、変えられないと思うんですよ、ここは。で、我が党は、国民民主党は、前からこの100兆円のプランを言ってきました。で、私は結構ね、これもね、外れなかったと思うのは、補聴金は大体2兆円使ってますから、5月に言ったやつですかね、私が、5月に。で、2兆円は大体2兆円使ってますから、当たってるんですよ。で、地方創生臨時交付金は大体3兆円出してますね、トータルで。で、残り2兆円欲しいって言ったのは誰が言ってるかというと、知事会が言ってるんですよ。知事会5兆円って言ってますから、3次補正でもう2兆円乗せましょうよ。で、これ、昨日も聞いた、もう学生困ってますよ。依然として困ってますから。で、大学ごとの対応に、ね、萩田大臣、任せちゃってるんで、やってる大学やってるけど、やってないとかやってなくて、やっぱりね、キャンパスに行けなくて、ずっと後期もオンライン中心ですと、なんで学費払わなきゃいけないんだというような声があるんで、ここをもう一回ね、学生さんにも寄り添ってもらいたい。もう1兆円ぐらい乗せたらいい。で、医療に関しては8兆円ですけど、今、田村厚労大臣も言うように3兆円は出してるんですね。でも日本医師会は7兆円って言ってますから、もう5兆円ぐらい、ね、乗せて、冬場の対策をもう一回ね、しっかりやる。で、あと一番欠けてるのが家計支援と、企業に対する支援のところ。この私の表で言うと、26兆、46兆って書いた、5月に書いたところですね。で、いろいろやらなきゃいけなくて、持続化給付金ももう一回とかいう声もあります。で、結構あるのがですね、やっぱり現金給付もう一回やったらどうだと。午前中、午後、後藤祐一さんも言ってましたけどね。これね、私はね、なんでやったらいいかと思うと、これで一息ついたってこれいっぱい聞いてるんですよ。全部貯金に回ってるって人がいましたけど、そんなことないんですよ。それで、麻生大臣、伺いたいんですけども、先月24日のパーティーでですね、もうその分だけ直近が増えて、こうなんかこれ全く効果がなかった矢に、お発言されてたんですけど、
全部が全部消費に余ってはその通りです。ただ、私は消費活性化効果で生活の下支え効果として意味があるし、場合によってはですね、一定の所得制限入れてもう一回やってもいいなと思ってるんですよ。このパーティーでのご発言、その分だけ貯金が増えたっていうこのご趣旨、あるいはどういう根拠に基づいておっしゃってるのか教えてください。特別定額給付金ですけれども、これはいわゆるコロナの影響が大きかった世代、世代、そういったところには下支えの面があるから、もう確かですよ、それは。しかし現実問題、数字として、あの時確か12兆円全部で出たんですけれども、消費、家計消費っていうのを見ますと、2019年の四六に比べて2020年のあれとか可処分所得っていうのが78兆86兆約8兆円ボーンと可処分所得が増えとるという実態が一つ、それから家計消費が約8兆円ドンと、家計消費ですよ、ドンと一緒だったら減ってますから、それが8兆足して家計貯蓄がプラスマイナス16兆増えたと。で前年度はそれ約5兆4兆5千億ぐらいでしたから、そういったものでいくと約4倍増えとるというのがこれ全体面で見た数字です。ですから私はそういった意味では貯蓄がこれだけ大幅に増えとると、16兆増えた形になりますから、その意味では数字としてはそれが裏付けの数字です。ただ言っておきますけれども、先ほど冒頭に申し上げましたように、これが全部が全部のうち貯金されたわけではなくて、これ有効に使われた、例えば学生さんにしてもよく例に引かれる低所得層とかいうようなところにこれが非常に大きな影響力がある、それはもう間違いないと思いますけど、だから全体としては16兆増えております。で問題はですね、消費というのはもらった時にすぐ使わないんですよ。だって年金2000万円問題あるから、みんな将来不安だし、特にコロナみたいになったらどうなるかわからないから、まずもらったものはそのまま使う、むしろ余裕のある人はそのまま使ってるんじゃないですか。その辺の分析は私すごい、ね、大事だと思うんです。で実は2010年の調査によると、4ヶ月かけた累積の消費への効果って、このいわゆる時間をかけた効果をきちんと検証してるんですね。でそうすると、例えばですね、子どもが2人以上いる世帯の累積の消費効果はもらったものの 70% 使ってます。だからもちろん使わない世帯も私はあると思いますけれども、ぜひですね、これ一定所得以下とか子どものいる世帯は消費に回る率が相対的に高いというのは、麻生総理の時にやられたその定額給付金でもある程度内閣府の調査にも出ているので、あの時はね、もう いきなりもう全部やるしかなかったんですが、あれから少し時間が経ってますので、そのより重点的なその給付のやり方も考えてですね、私はやるべきだと思うんです。で、一つ提案です。子どもがいる世帯は消費に回る率が高いと申し上げたので、例えば児童手当の所得制限と同様の基準で追加給付をすると。例えば子どもが2人で専業主婦だったら収入960万以下にはもらえるんです。でも1人だったらもうちょっと高い基準になっちゃうんで、今あるこういった基準も使いながらですね、重点的に本当に困っている人、真に助けの必要なところにですね、追加給付は私は意味があると思いますので、こういったことも総理どうですか。言われたようにマイナンバーカードっていうもののようなものが普及してきますとね、これは結構効率よく短期間でやれる所得控除を捕まえたりなんかいろいろするのを含めまして、そういったものは効率よくできるような要素がある。だからマイナンバーカードってのは、まあ一番最初に導入するのを決めて、私総務大臣のところ決めてますから、もう20年ぐらい前の話ですから、それ以来全然普及しなかった。それは今回、まあ、コロナのおかげとは言いませんけれども、こういったもののおかげで普及してくるのは、こういったものを効率よくいわゆる配分する上には効果があるだろうなと思いまして、今のいろいろ細かいのがいくつもありますので、ぜひいろいろご意見いただければと思います。まずコロナ対策に万全を尽くす、これは当然のことだと思います。その上で経済を回復をさせるために状況を見ながら躊躇なく対策は講じていきたい、そのが基本的な考え方です。規制緩和、一番ね、値段を下げて規制緩和しなきゃいけないのは私、検査だと思うんですよ、今。まあ、携帯電話下がったらいいですけどね、こういうところやってもらいたいのと、あと今、経営が悪化している公共交通機関、特に航空会社もそうですけど、JR 各社、特に私の地元の JR 四国も北海道ももともと大変なんですけど、これも本当大変ですから、具体的な対策をちゃんと打たなきゃいけない。あとは、これは総理はもう今が収まったら、その後やると言ってる特措法の改正、出入国管理法、あるいは感染症法、いろいろね、やっぱりね、暑さ忘れ、喉元過ぎれば暑さ忘れずになっちゃいかんので、この法整備を今、日本は比較的ですね、死亡者、重症者が少ない、ここでやらなきゃいけないですね。で、あとデジタル化は先ほど言ったように、本当に進めなきゃいけません。で、最後はですね、国益を守るための経済安全保障と書きましたが、上場企業はですね、一部資本規制入れましたけど、中小、中堅がノーマークですよ、皆さん。これ、自民党にもぜひ考えてもらいたい。でここは安全保障上、あるいは健康保険、医療の関係で重要なコア技術を持っていても、まあ、ちょっとある経済成長が今年もプラスの国は、あるいはその国の影響を受けた企業は買いに来ますよ。
本当に。だからそういうところをしっかりやらないと、コロナの先の日本の希望ある姿を作ることができないと思ってるんですね。で、総理に伺います。総理は安倍政権の継承をするとおっしゃってましたが、改正項目の4項目も継承されるのか、それとも例えば2012年の自民党改憲草案を継承するのか。まずもって国民民主党が憲法改正について議論を呼びかけておられる。ここには敬意を表したいと思います。憲法改正について、国会でお決めいただくことでありまして、総理大臣として、回答することは差し控えたいと思いますけれども、その上で、憲法改正は国会が発議し、最終的には国民投票により、主権者である国民の皆さんが決めるものであり、改正の内容についても国会におけるご議論や、国民的な議論の深まりの中で決まっていくものというふうに思っています。憲法審査会によって憲法改正についての議論を重ねて、国民の皆さんの理解を深めていくことは、私たち国会議員の責任ではないかと考えています。本項目は継承されるということでよろしいですね。内閣総理大臣、菅義偉君。自民党として提案するたたき台でありますので、そこはそのまま継承していきたいと思います。申し合わせの時間が参りましたので、はい、よろしくお願いします。総理、改めてお願いしたいんですが、今、これからの何ヶ月間の経済対策とか、ものすごい大事だと思います。さっき言ったように、ここで間違うと、社会と経済に後遺症を残しますから、その意味では、今が瀬戸際だという意識をもう一回持ってですね、全力で、それこそ全集中の呼吸で取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。